おはようございます。今日はほんまに一人でやることになり、誰も手が空いてない状況です。それではまずオープニングどうぞ。出ないですか？ピンなんです。今日ね、僕あれなんですよ、誕生日なんですよ。で、前からボケでちょっと一人でやろうかなっつってたら、ほんまに誰も空いてなくて、ガチで一人になっちゃいました。なので今日は大して喋ることがありません。お誕生日おめでとう、ありがとう。そう、あんまおめでたい年でもないねんけどな。もう31歳になったので、そんなにほんまに、だから30歳になる時はなんか、ああ30やなーっていう実感あったけど、なんか31になったらなんかあんまり誕生日に対して特になんもないというか、うん、普通に仕事して、普通に終わって、普通に飯食って、普通に帰っただけ。うん、案外は30、まあでもいつも基本的に言われるの34、5が言われるから、うん、成長したじゃねえかミカド。まあいつをしてんのかわからないですけど、サーティワンのアイスは、だ今日ほんまはあの、まあ31やし、サーティワンのアイスケーキでも食べようかなと思ってんけど、でもちょっと僕近く過敏なんであんまり食われへんなっていう、アイスあんま好きちゃうし、顔色悪い、いつも悪いと思うけどな、常にむくんで常に顔色悪いから、31段のせい絶対無理やな。直樹さんにフォローもらいました。いや、してくれないです、全然フォローしてくれないです。直接コメントしたんですけど、全然フォローしてくれへんまま過ぎ去ってますね。おめでとう。何が欲しいの？何やろな。特に物欲もないし、うん、とりあえず酔えたらそれでいいかなって感じやけどね。番組に送るは何が欲しい？まあ、なんか送ってくれたら楽しみにしてやりますけどね。うん、今日は飲んでないです、まだ全然。今お茶飲んでます。そうそう、飲み始めなあかんかもな。今日普通に誕生日で、で明日が白のバースデーイベントで、日曜日が、かぐやのバースデーイベントっつって、明日2連チャンやから、うん、結構ほっといても酒は飲むことになると思うけどね。うん、バースデーは僕来月多分4月にやると思います。はい、物欲がほんまないねんな、特に。いや、それ何かもらったら別に嬉しいけど、あ、死ぬほどこれ欲しいなとかが全然
ないねんな。お酒はちょっと送らんといて。お酒送られたらのきついわ。この前あのウイスキー買って家に置いてるけど、ちょっとなんか最近毎日終わってからちょびっと飲んでるから、今までは絶対なかったけど店以外でお酒飲むことってそんななかったけど、三河さんお酒以外飲んじゃダメ、そんな俺酒飲みのイメージなのかな。なんかハマってることないの。ハマってるなんやろ、今ほんま趣味もないから。あ、なんか従業員となんか2人で飯行って、ちょっと前やけど、あれ何やったかな、マゴコラ飯店っていうところ行って、あのパイチューっていう中国のなんかテキーラみたいなやつの飲んで酔わせんのにハマってたから、日本酒の樽はね、ちょっと匂いを周りに迷惑かけるので飲まへんで。ほんで営業後何するよって、いやもう普通寝ますね。一瞬で寝る。寝られへんのが続いてて、ちょっと酒飲んでもうベロベロで早寝たいなっていうのは、好きなお酒は特にないけど、なんやろ、ビールが飲まれへんから、だからそれ以外やったら基本的にはあ、だから誕生日どうのこうのって直樹さんが、あ、そんな言ってくれてたんや。31年間を振り返ろう。いや、なんかちょうど今日朝かな、お母様から LINE が来てて、生まれた時もこんなに冷え込んだ朝でしたみたいなコメントが来てたけど、コメントというか LINE が、まあもちろんのこと覚えてないし、なんやろな、親父の誕生日も3月で、でもそれ今結構悩んでて、おめでとうって送るのを忘れてて、で今日普通に、あ、誕生日おめでとうって LINE くれたから、まあ、毎年の誕生日は、まあ、お母さんは、産んでくれてありがとうねと、お父さんは育ててくれてありがとうっていうのを、毎年言うねんけど、その お父さんにも言うてもうだから、あ、育ててくれてありがとう的なことを。だからもう今更、あ、そういや誕生日おめでとうなんか遅いなっていう。その文章もなんか記録無視されてるし、多分。どうしようかな。誕生日やったらこの番組な、そうや、直樹さん来てくれへんかなと思って LINE したけど、むしられた。忙しいからね。ビールそうなんですよ。飲まれへんこともないけど、飲もうと思ったら全然飲めるけど、ちょっとあんまり、つまみはいつも何食べますか。つまみあんまりでも食わへんかな。あったら食うけど、基本は飲んでるだけ。焼酎はもう飲むんや。ああ、僕ほんま焼酎飲めなかったんでね、全然飲めなかったんですけど、で昔はほんまに、昔のお客様曰く、あの焼酎おろしたらなんでそんなしょうもない酒おろしてんねんって言って切れてたって言っててんけど、まあもちろん僕は記憶はないんですが、だから東京に来てからかな、焼酎を飲み始めたんは。焼酎の方が楽やなっていうのは最近、何歳の頃が一番楽しんでた、今も楽しいですけどね。いつって言われたら、まあ、その時々で楽しかったんだけど、まあ高校の時とかはもう
楽しかったかな。うん、ビーフジャーキーまだお茶、いつまでお茶、お茶もう良くない。これな、酒飲む感じなでも、まあちょっと勢いつけるために飲んどこうかな。じゃあちょっとおろしも一滴も飲まんからって言ってたもんねまあ確かに飲んでなかったよね。で、なんか焼酎っていじめられるお酒っていうイメージがあったから入れますよ。じゃあこれ緑嫌やな。これ狂月ですよ。マジで飲むか。商用樹林、商用樹林お酒かな。氷月まずいよね。もう別にね、お酒はね全部美味しくないんで。酔ってる自分が好きなだけで。よいしょ。ビール以外何か飲めないものある？基本的には何でも、うん、飲むよ。あ、乾杯乾杯って久しぶりに見た。飲みますね。じゃあ、うわ、臭っ。お酒は強くなった、弱くなった。いや、多分強くなったんじゃないかな。イエーイ、めっちゃテンション高いよ。飾りのブランデー飲んだことあります。あるけどちょっと無理でしたね、僕には。まだ早かったね。そう、お酒に酔った自分、お酒に酔った自分っていうか、なんかもうテンション上がってる自分が可愛いなっていう。この文字ちっちゃくなったりするのなんなんやろ。なんか一回あれ何やったっけな、シンデレラを飲んで、なんか8本ぐらいかな、1人1本とりあえず飲んでみたいな、割りもんは何でもいいからって言って、でいろんな色、みんな違う色おのおの飲んで、ほんでなんとか飲み切ったってなって、でももう吐きそうやからトイレ行って吐いてたら、みんな吐くから虹色のゲロが出てた。青とか緑とか。俺その時なんかアスコットかなんか、アプリコット、だから みんな何も食べてないから酒そのまま出て色付きのゲロが出てた。多分アプリコットなんかウーロン茶みたいな色の、うん、誰が何飲んだか分かるっていう。シンデレラジンジャーで割ると美味しいよ。いや、なんかね、その時何で割ったんだっけな、リンゴジュースかなんかで割ったんかな。うん、いろいろ試したけど、まあその原液によっていろいろ味が違ったから。確定数って、あ、激熱ってこと。うん、熱かったね、あれは。ゲロ軍が走ってたなぐらいかな。あんまり飲んだことないな、飾りとかは。三河さんはギャンブルやるの？昔は結構してたんですけど、今はほんまにあれですね、海外に旅行行った時だけしかあまりしないですね。なんか
その都市なんかな、パチンコ行っても音に疲れるし、あんな長いことをずっとやって1万2万買ってもみたいな。結構もうなんか最近出んの遅いし、うん、僕がそのそれこそホスト始めた時とかは全然まだ今みたいに厳しくなかったから、うん、みんなで従業員でみんなで行ったりとか、なんか初めて働いた店とかはもう営業をそのパチンコ屋にイベントがあったら営業早閉めて行ったりとかしてた一番最初の働いたところは、うん、ホストのパチ屋もイベントあ、CM どうぞ。先輩なんだ、どうしても売りたいんです。でもなかなかうまくいかなくて。お前らロミジュリのシステム知ってるか。だから頑張れば売れるんだ。絶対やります。一生ついてきます。お前らやっぱりロミジュリだな。よいしょ。どこの国が良かった、でも行ったことあんのがサイパン、グアム、フィリピン、台湾、韓国、香港、マカオ、アメリカ、シンガポール、ハワイかな。うん。でも一番楽しかったのはシンガポールが一番楽しかったかな。多分まあまあ、でもどこ行くのにしてもメンバーやと思うねんけど、うん、誰と行くかやと思うけど、シンガポールなんか海もあったし泳いだりとか、うん、いろいろ昼間からできることが多かったから良かったな。どれも母国ってどういうこと？俺のシンガポール何が良かったんやろ。あ、だからユニバーサルスタジオとか、あとユニバーサルとか、あとはまああの何やったっけな、あれなんつったんやろ。 USJ じゃないで、 USS やで。USJ やったらジャパンやから。何がおもろかったんやろ。なんかジップなんちゃらっていう、なんか山の上からロープつけてぐわーって下っていくやつとか、普通に海で泳いでんのもおもろかったし、基本だ日焼けしに行ってるからね。したやろ。あとUFJ は銀行そんな基本は、うん、泳げるとこやったら泳ぐし、まあ、シンガポールそれこそマリナベイサンズの上にあのプールがあるから、あのプールはなんか行っとかなあかんなっていうので行ったけど、あそこは日焼けせんかったかな。普通に海で日焼けして、うん、いやこれ先入れてみたけど結構きついな。
グイグイめっちゃ出てるけど、シンガポール飛行機で多分7時間ぐらいかな、うん、自分で入れたんでしょって言われたら確かに自分で入れたんですけど、なんか酒しか飲むなみたいなね、せっかくコメントをいただいてたので入れたものの全く進まへんっていう。いつも泊まるホテルの値段いくらなのかな、ちょっとホテルの値段があんまわからないんですよね、うん、そう、ちょうどハワイと同じぐらいですね。バースデーバッシュになる、バースデーは来月にやります。はい、酒以外 LG あかんねや、いくらあれば、まあその時期とかによると思いますけどね、うん、あ、泊まるホテルってそういうこと、ラブホの値段余計わからんよ。お祝いは何のシャンパンがいい、何でもいいですよ、酔えれば、うん、一人めっちゃ寂しいよ、ほんまに誰も来てくれへんねやって感じや、だいぶ寂しい。まあ言うてる間にね、もう終わるんだね、全然いいですよ。二郎が好きです。二郎なラーメンの。お祝いは何の樽がいい？いやもう樽確定なんや。樽じゃなくていいです。全然。ねえ聞いて眠い知らんがな。いつからそんな謙虚なった？謙虚かな、謙虚になりました僕。昔はどんなだったので、なんか結構ねえ、それこそ昔のお客様は結構いろいろ言ってくれるんですが、言ってくれるっていうか、うん、まあとりあえず僕は性格が悪かったようです、なんだか。何歳ぐらいが一番尖ってた？尖ってんのかな？尖ってはないと思う、ずっと。うん。なったよ、昔に比べて。昔はイケメンだったのに。見た目も中身も丸くなったね。まあ、それはね、つくづく言われますよ。うん。そう、もうそれはね、太っていきますよ、そら。なんとかしようと思っても、うん、でも面白いから許せた。あ、なるほどね、そんなめちゃくちゃなこと言っててもおもろいから許してくれてたんや、すんませんな。まあ当時は何の悪気もなかったからね、うん、仕事の意識も特になかったし、痩せたらまだまだいけそうだけどな。いやなんかもうね、その管理がもうめんどくさくて、結構気にはしてるんですけどね、一応、うん、だ去年の夏前ぐらいかな、一回めっちゃ減量したけど、うん、なんとかじゃあもう一回頑張りますね、とりあえず1ヶ月ぐらいは結果にコミットさせます。じゃあだから結構外を歩いたりとか走ったりとかしてたけど、今寒いから、外出たくないのね。
KMC はね、やめてないんですけど、うん、あ、そう、あの T シャツどこ行ったんやろな、うん、KFC は全然食べてないです、あんまり好きじゃないんで。誕生日この機会に頑張りますか。じゃあ、うん、何キロぐらい落としたらええんやろな。5、6キロぐらい、結構しんどいな。まあ頑張ってみようかな。 BKB 高速でやってたら痩せるってよ。バイク、川崎バイク、10だな。あ、10キロはきつない、だいぶやで、死んでまうんじゃ。うん、今日ナゲット持っていくね。大丈夫です、ナゲットはもう一回あの大食い、大食い、大食い、うん、何個やったっけ、60個食おうと思って無理やったんで。うん、東京マラソン絶対走り切られへんやろ、これスタミナないよ全然。東京マラソンって途中でタバコとか吸えんのかな、その時間の禁煙がちょっと厳しいわ。私半年で18キロ、あ、18キロすごいな、子供一人分ぐらいや、うん、42.195キロ、まあ前向きに考えておきます。31歳なんで、うん、31歳になったからには 42.195 キロ走ろうかなっていう気持ちではいときますね。うん、タバコはダメだけど酒は OK、 いや酒の方が飲みたないわ。あ、1分前、やっと終わりに近づいてきた、早かった意外と。それでは4月から、2分も始まるのでね、キャストも募集してますので、ぜひ周りに迷ってる方とかいられたら、おられたら、ぜひ紹介してください。で、まあ、毎日14人結構 LINE ライブとかもやってるんで、ぜひまた見てください。それではありがとう。